愛を機に毎度食うです。駅近飯54駅目ということで、54駅目だってのかな、多分54駅目、もういっぱい行きすぎてちょっとわからんくなってきたんやけど、今日はですね京阪宇治線観月峡駅にやってきましたね。とうとう宇治線に突入ということで、前回の動画で京阪片野線制覇してるんで、ぜひそっちの方も見ていただければいいかなと思うんですけどね。見てこれ、宇治川、かの有名な宇治川ですよ。有名なんかどうか知らんけどね。まあぼちぼち宇治線も頑張っていきたいと思います。ほいで早速なんですけど、今回の駅近飯どこに行くかというと、久しぶりにね、あのラーメン屋さんの太陽軒っていうお店に行きます。あの片野線なんか結構海鮮系が多かったイメージというか、寿司とかばっかりやったんやけど、久しぶりにねこういうちょっとがっつり系のラーメンを食べれるということで非常に楽しみなんやけど、今これ歩いてるんが、まあその名の通り観月峡ね。この橋をずっとズドーンってまっすぐ行ったら、多分その太陽軒というラーメン屋さんがあると思います。一応食べログ情報によると、観月峡駅から257メートルって書いてました。もうね、距離では分からんということで、一体どんだけ駅から時間がかかんねんということを今検証してるんやけど、まあ54駅もやってると、最初の一発目の動画らへんからね、だいぶなんていうんやろ、テーマというか変わってきて、まあ、タイトルも変わったし、まあ最初から見てくれてる方はね、ちょっと変わりすぎやろって思うかもしれんけど、まあこうやってね試行錯誤していって、どんどんいい動画に仕上げていければいいかなと思うんで、皆さんぜひ、特に京阪にお住まいの、京阪沿線にお住まいの方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。で、喋ってたらもうぼちぼちね着くかなと思うんやけど、結構今回久しぶりにちょっと遠いかな、まあ、一応5分以内っていうルール設けてるんで、まあ、全然ルール範囲内ではあるんやけど、もうこれね2分過ぎてるし、ちょっと遠いっていう感じかな。やけどもうこれ到着しましたね、ラーメン。結構ね口コミも良かったんで、めっちゃ楽しみなんやけど、ラーメン太陽軒ね。はい、到着。2分50秒、まあ約3分ぐらいということで、無事に到着したんで、サクッと食べてサクッと帰りまーす。
お疲れ様です。